ノーム・バン・ラヤーは1970年代の北米プロリーグ NBA で活躍したアフリカ系アメリカ人の元バスケットボール選手。オハイオ州イーストリバプール出身、セイ・フランシス大学卒業。ポジションはポイントガード、身長 185cm、体重 78kg。1969年の NBA ドラフトで全体34位指名を受けて NBA 入り。1970年代を代表するディフェンダーとして強豪時代のシカゴブルズを支えた。1970から71シーズンのアシスト王。1979年に引退。ノーマン・アレン・バン・ライアー3世は鉄工所勤務のライアーシニアとヘレンの間に生まれ、ペンシルベニア州ピッツバーグで育った。兄弟と姉妹は6人いたが、うち3人はノームが生まれる前に亡くなっている。幼少期はコーヒー缶をテープで巻いたボールを使ってフットボールに夢中になった。高校はミッドランド高校に進学。ノームが在籍した1965年の同校、バスケットボールチームは多くの人々によって歴代最高の高校バスケチームの一つと考えられている。彼らはこのシーズン28戦無敗で過ごし、州のチャンピオンシップもあっさりと優勝を遂げた。ノームのチームメイトには、後の NBA 選手であるシーム・ヒルもいた。週末になると、ヒッチハイクを利用して、ハーレムのプレイグラウンドに出向き、ストリートボールに明け暮れた。当時の対戦相手の中には殿堂入り選手のビリー・カニンガムもいた。高校時代のノームは、フットボールチームのクォーターバックとしてもプレーし、当時はフットボール選手として大学に進もうと考えていたが、クォーターバックの競争率は高く、大学からの勧誘を受けることはできなかった。また、野球選手としても優秀だったノームは、軍のオールスターチームに選ばれるなどし、プロチームからのスカウトを受けた。結局ライアーは、バスケットボール選手として、セイ・フランシス大学に進学し、1969年に卒業した。ノームは1969年の NBA ドラフトにエントリーし、シカゴブルズから指名を受ける。セイ・フランシス大学というバスケットに関しては、無名の大学出身だったため、3巡目全体34位という下位指名だった。後に、キャリアの大半を過ごすことになるブルズだが、この時はドラフト直後にノームをトレードに出しており、ノームの NBA キャリアはシンシナティロイヤルズで始まることになった。ドラフト時の評価は低かったノームだが、1年目の1969から70シーズンからローテーション入りし、偉大なポイントガード、オスカー・ロバートソンのバックアップとして81試合に出場し、9.5 得点 5.0 リバウンド 6.2 アシストの成績を残した。2年目の1970から71シーズンには、ロバートソンがチームを去ったため、先発に昇格したノームは大きく、才能を開花させ、16.0 得点 7.1、リバウンド 10.1 アシストと飛躍的に数字を伸ばした上で、見事にアシスト王にも輝いた。また彼の持ち味であるディフェンスも大きく、クローズアップされ、オールディフェンシブセカンドチームにも初選出される。ノームはこの年から8年連続でオールディフェンシブチームに選出され続ける。この2年で大出世を遂げたノームだったが、3年目の1971から72シーズンに入ると、当時2年目のネイト・アーチボルドがチーム内で急速に台頭を見せ、ノームの活躍の場は、やはり偉大なポイントガードとなるアーチボルドに奪われるようになった。この頃ノームを指名しながらすぐに放出したシカゴブルズがノームを再び獲得しようと動き、そしてシーズン序盤の11月にブルズへのトレードが決まった。当時のブルズはボブ・ラブ、チェット・ウォーカー、ジェリー・スローンを中心に最初の黄金期を迎えようとしており、ノームが移籍する前年には大きな飛躍を遂げ51勝31敗を記録した。ブルズの強さの秘密は強力なディフェンスにあったが、そこに優秀なディフェンダーのノームが加わったことにより、ブルズのディフェンスにさらに磨きがかかった。ノームが移籍した1971から72シーズンの平均失点はリーグ1位となり、ブルズは当時のフランチャイズ記録となる57勝25敗を記録している。ノームはディフェンダーとして、またチームの司令塔として活躍。特に激しいディフェンスは相手チームの脅威となり、地元ファンからはストロミン、ノーマンと呼ばれ、親しまれ、この時代のブルズの最も人気のある選手の一人となった。全盛期は1973から74シーズンに訪れ、この年ノームは初のオールスター、オール NBA セカンドチーム、オールディフェンシブファーストチームに選ばれている。一方ブルズは1970年代半ばからチームの高年齢化などから徐々に衰退が始まり、そしてチェット・ウォーカー、ジェリー・スローンらが相次いで引退した1975から76シーズンには24勝58敗と成績が大きく落ち込み、ブルズはプレーオフ進出も逃してしまう。ノーム個人は1976から77シーズンに平均得点が2桁を割り込むも、ディフェンス力とゲームメイク力は健在だったが、シーズン終了後にブルズはノームを放出した。FA となったノームは1978から79シーズンをミルウォーキーバックスで過ごすが、38試合出場した後、引退を決意した。NBA キャリア10シーズン746試合の出場で通算8770得点3596リバウンド5217アシスト、平均 11.8 得点 4.8 リバウンド 7.0 アシストだった。引退後の1989年にはワールドバスケットボールリーグのウェスタンカウンツのアシスタントコーチに就任。1992年から2009年まではシカゴブルズのテレビ解説者を務めたほか、ブルズ関連な様々な番組の司会者を務めた。2009年2月25日、テレビのスポーツ番組に出演するはずのノームがスタジオに現れなかったため、心配したスタッフが26日に彼の自宅を訪れたところ、ノームが亡くなっているのが発見された。61歳だった。さらに同日の夜、ブルズの名物解説者だったジョニー・カーも亡くなり、ブルズにとっては彼らを同時に亡くすという辛い1日となった。basketball-reference.com ありがとうございます。